名古屋ドームからお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対阪神タイガースの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。バッターボックスアルモンテ、先ほどの打席で打点を挙げています。まあ点が入ったのは良かったですけど、バッティングはちょっと不甲斐なかったです。初球打ち、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。ドラゴンズ勝ち越し。目の覚めるようなタイムリーヒット、3対2。ドラゴンズなおもドラゴンズが見事勝利を収めました。里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか。まあそうですね、今日は理想的な展開でゲームを進めることができましたから、チームとしてもいい勝利でしたね。そうですね、非常に大きな一勝となりそうです。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。